はい、ありがとう整体の平野です。まあこの YouTube 動画をね流していると、まあやっぱりこう気にしないと言いながらもですね、まあいいねと、こうバッドですかね、ねそのをちょっと気にはするんですけども、まあ常にこれをねつけられる方がいて、多分まあ同じ方だと思うんですが、まあもちろんその当院にね来られて、まあ納得しないというね方だと思うんですね。まあ多分不快な思いは、私なるべく、まあ言動もですね、その例えば、女性とも一対一でやらなければいけないので、そういったことも、ね、すごく気をつけてやっているので、そういう不快ではなくて、まあ自分がね期待していったけども、そんな効果が得られなかったということだと思うんですね。まあ気持ちはすごくわかるんですけども、ただそういう方はね、そういう方はじゃなくて。まあ、勘違いしていただきたくないのは、まあ、私もですね、魔法使いでもないし、神様でもないし、ましてやですね、お医者さんのようにですね、病気を治すだとかね、そういったことをしているわけではないんですね。あくまで、その人の、持っている力を引き出すために、まあ、いろいろの、その、それを邪魔をしているね、まあ、例えば関節の緩みがあったら、それを締め直した方が、しっかり体が動けるよね、足の、地に足がつく問題もそうだし、緊張して守りすぎているものをね、しっかりしてから、こういう、それを、納得させてあげれば、そうすれば緩んだというかね、緊張が解けた体において、治癒力がこう発揮できる。そして、ちょっとまだ足りないのはですね、その人のやっぱりこの思考という問題ですよね。どうしてもこう、前あの心配怖い、まだまだというね、この思考っていうのは、なかなかその整体で、変えられる部分、変えられる分というか、狙ってちょっと変えられなくて、まあ、体を変えたことによって、まあ、意識がね、こう変わっていくっていう人たちが、まあ、そういう人もたくさんいることは事実なんだけども、どうしてもこの昔の、私の師匠がね、こう言ったみたい、に言われたんですけども、もう心配事がもう強くあって、そういう方はね、どうしてもこう頭を起こせないんで、注力を発揮できないんだよねっていうね、ことを言われていました。まあ、せっかくね、当院に来ていただいて、まあ、来ていただきたいと思って動画を撮らさせてもらって、そして来てくださったことは本当にこうありがたいなと思って、縁があってね、来てくださって、私もまあ、本当にこう、気持ち的には、元気になって明るくなってもらって、そして人生をね、楽しく、過ごしていただきたい、そういう気持ちでね、日々施術をね、し、そして、研究を、しています。ですから、なんていうのかな、この説明が難しいんだけども、来てもらって、来てくださる以上はですね、やはりなんとかね、このいい方向にこの意識を持ってってもらう、常にこのマイナスの意識、まあ、これは僕だって本当にこの20代、30代ね、多分相当、そういう人たちと、なんていうのかな、不平不満ばっかり言ってきた人間なんで、すごく気持ちはわかるんだけども、それだと本当に人生を損してしまうので、まあ、どこかでね、こう切り替えれるように無理やりね、こう切り替えていく必要が、あるのではないかなという思いでいます。まあ、これをね、つけてくださる方に対してもですね、まあ、そういう、勉強させていただいて、ありがたいなと思うし、もっと言えばさっき言ったみたいに、ね、こう縁があって来ていただいて、まあ、本当にこの結果としてはその私が与えられなかったことに関しても、本当に申し訳ないなと思うんだけども、でもその中にね、もしそのマイナスのね、この感情はね、あまりにも強いとしたら、ぜひね、いい方向にこう持っていけるように、これはもう自分でやるしかないんで、ね、無理やりにでもね、嬉しい、楽しい、幸せ、ついてる、ありがとう、ついてる、ね、ついてる、ついてるっていうふうにね、持っていっていただけるといいかなと思います。まあ、今回ちょっと何の動画かちょっと分かんなくなってしまったんですけども、まあぜひね、動画に私もこれをつけいいねってつけてもらうと、大変ね、モチベーションも上がるのでですね、お願いしたいなという話かな、そんな感じです。ぜひね、当院に来てくださる方、ぜひね、一生懸命やるんですけども、まあ、本当に皆さん自分の体なんで、自分の体に感謝をしながらですね、希望を持ちながら、思考はマイナスの思考ではなくてプラス思考にしながらね、整体を受けていただきたいなというふうに思って動画を撮らさせていただきました。ご視聴どうもありがとうございます。